サミケイナネンはフィンランドの元ベーシストであるロックバンドローディの創設メンバーであるロバニーエミ生まれローディ時代はジー・スティーラーという名義で活動していた1996年からバンドのメンバーとしてベースを演奏したアルバムベンド・オーバープレイザ・ロードに参加したこのアルバムは スカーカイブスボリューム1に収録され2012年9月3日に発売した。1999年、イギリスで仕事を見つけたためローディから脱退した。ジースティーラージースティーラーは、北と全く同じように、銀河系サイダンザ・ミュウセイの恐ろしい獣人である。もともとこの獣は遭遇する存在の遺伝子を置き換えることができると考えられており、その名前は、リプレイサジーンであった。 これは、キッスのベーシストであるジーン・シモンズについての内面のジョークであり、キッスの影響を大きく受けたバンドとして、ケイナネンは事実上ジーンの代わりになるということである。しかし、交換者は愚かに聞こえ、ジーンは実際には交換できなかったと結論付けられた。そのため、名前はジー・スティーラーに短縮された。ローディ・ホームペ。ありがとうございます。